皆さんどうもこんにちは。打楽器の演奏家の島崎優斗です。今日2020年の4月17日なんですけども、昨日かな、一昨日かな、ご存知の方も多いと思いますが、ハーバード大学の研究チームによってコロナウイルスによる今の世界情勢っていうのは2022年まで、収束しませんよと、コロナウイルスっていうのは2022年まで解決しませんよっていう予測を発表しました。で、ただ単にこれ予測であって、ハーバード大学のこの研究チームの発表でも、例えばウイルスのワクチンの開発ですね。ウイルスに非常に有効的な特効薬などワクチンの開発によって、もしかしたら早まる可能性もあるし、もしくは収まる可能性もある、し、まあただ単に予測なんですけども、おそらく2022年までこのコロナ問題っていうのは続くだろうっていう、研究結果が発表されました。で、これについてもうすでに1ヶ月近く前、もう3月の中旬ぐらいからいろんな医療関係者とか、それからまあ専門家っていうんですかね、まあいろんなそういう詳しい方とかが、まあおそらく2、3年かかるだろうみたいなことをずっと言ってたんですけども、やっぱりこのハーバード大学っていうこうなんか権威のある、有名なところが研究結果を、予測結果を発表したことによって、なんとなくこう2022年まで、要は2、3年続くっていうことがすごい現実味を帯びてきたっていう感じですね。なかなか専門家の人が、2、3年続くと思いますよって言っても、いや、そんなわけないだろうとか、なかなか信じられないっていう声があったんですけども、まあ、かなり現実味を帯びてきたんじゃないかなと思います。で、これについて、まあ、ちょっとあんまりね、暗い話題になっちゃうので、この、サブチャンネルでもね、出そうかどうか迷ったんですけども、音楽業界どうなるのかっていうことと、じゃあどうしたらいいのかなっていうことをちょっとお話ししたいかなと思いまして、カメラ回し始めました。で、音楽業界、まあ正直言うと、やばいですね。音楽だけに限らず、イベント業界全体がやばいです。で、これまで通り、普通にね、コンサートしてとか、普通にレッスンしてとか、あるいはまあ普通にね、吹奏楽部とかも普通に部活してっていうのは、やっぱりかなりしづらくなるんじゃないかなと思います。で、今回の研究結果によっても、予測結果によっても、ずーっとこう2年間絶対家にいなきゃいけないとかじゃなくて、自粛したり、自粛緩和を繰り返したりして、そういう風になんか普段の生活が遅れる時と、それからちょっとね、感染が広がりつつあるから、この地域だけは自粛しようみたいな風に、まあ断片的にというか、そういうステージを踏んでって、流れの中で、自粛と自粛緩和を繰り返すっていう感じの、発表だったと思うんですけども、まあなので、コンサートがね、できる時とできない時、あるいは、吹奏楽部とかオーケストラ部であっても、部活できる時とできない時っていうのが、必ず出てくるだろうっていう予想です。で、コンサートがですね、例えばですよ、じゃあ8月に、企画しましたと。で、ただその波がいつ来るかわかんないから、もしかしたら8月もコンサートできなくなる可能性があると言われた時に、じゃあ果たしてイベント業界とか、それから我々音楽家がホールを予約するかっていう感じですよね。だからもしかしたらキャンセルになっちゃうかもしれないし、それまでにやったリハーサルとかが全部無駄になっちゃうかもしれないと。そう思った時に、じゃあ果たして今度の8月とかにホール予約しますかっていうことですね。まあ結論から言っちゃうと基本的にしないですよね。まあそれは当たり前なんですけど、ホール予約してる場合じゃないと。だったら他にね、なんかできることを考えるしかないっていうことで、かなり実際にコンサートをするとか、あるいは集団レッスンですね。その感染率が高いという集団レッスンを普通にできるかって言われたら、まあ、かなり高い確率で、できないんじゃないかと思うのが、普通なので、まあおそらく音楽業界かなりね、今までやってきたような、通常の業務形態っていうんですかね、コンサートしたりっていうのはできなくなってくることが多いと思います。まあなので、まあ今すでにね、お家で過ごそうと、家で過ごそうということで、リモートワークでアンサンブルしたりとか、それからこうやって YouTube とかね、それからライブ配信始める方っていうの増えましたよね。やっぱりライブ配信っていうのはその場ですぐ始められて、で、すぐにこうポイントをゲットしたりとか、まあすごい下世話なこと言うとお金になりやすいっていうイメージがあるので、まあ、実際はね、そうでもないんですけど、実際ちょっとやっぱ難しいんですけど、まあ、そういうイメージがあるので、ライブ配信とか始める方も増えました。それから YouTube とか、まあ、ニコニコ動画は最近だと少ないですけど、動画をね、ツイッターにもしろ、インスタにしろ、なんかいろんなところにアップするっていうのを始めてる方も多いと思いますが、おそらくこういうのが普通になってくるんじゃないかなと、思います。まあ、インターネット時代加速します、これから。まあ、5G とかになってきますし、まあ、どんどんね、動画の需要っていうのは増えてくるので、普通にコンサートできない、じゃあ、インターネットで、配信しようっていう人は、どんどん増えてくると思います。で、これってもちろんね、家にいるっていうこと自体、ずっと家に閉じこもってなきゃいけないっていうこと自体は非常に悪いことですけど、これ地方にいて、今までプロの演奏家の演奏をちゃんと見れなかったっていう人、機会があんまりなかったっていう人にとっては朗報ですよね。東京のすごい有名なプロの演奏家の、動画だったり、配信だったりを遠くにいながら見れるっていうのは、まあこれ非常にね、メリットの一つではあると思います。まあ、ただ、やっぱずっと家にいなきゃいけないっていうのはきついし、まあ、自粛とね、自粛感を繰り返すのはきついんですけど、まあ、じゃあ果たして、コンサートを普通にできるかって言われたらやっぱりできないと思うので、そういう風に動画とか、配信系で、活動しようっていう音楽家は、もうこれからもどんどん増えると思います。まあ、さらにですね、今言われてるのが、オーケストラがかなりやばいと、プロのオーケストラかなりやばいということで、まあ、もともとね、プロのオーケストラって、助成金で成り立ってるんですよ。政府からの助成金だったり、県とかね、その市だったり、そのまあ地域の助成金だったりで、大体どこのオーケストラも半分ぐらいですね、自分たちが、得られるお金の半分、もしくは半分近くを助成金に頼ってたので、今この、例えば生活給付金とかで政府のお金がどんどん民間に流れると。民間というか、まあ、個人個人ですね。国民に流れる中で、果たしての政府とか自治体とかが、プロのオーケストラっていう、要は娯楽ですね。言っちゃ悪いけど、娯楽。うん。生活に絶対必要な部分ではないプロのオーケストラだとか、プロの団体とかに、お金を、今まで通り回すかって言われると、多分ね、だんだん絞られると思うんですよ。まあ、なので、まあ、いろんなね、プロオーケストラの方々も発信してますけど、今、OK、やばいので、例えば寄付してくださいとか、もしくは、リモートワークでアンサンブルするので見てくださいみたいなことをやってますけど、やっぱり自分たちでこう、なんとかね、発信していって、お客さんを、集客するという方法にシフトしていかないといけないと思うんですけども、なかなか今までのオーケストラってそういうことを、得意、としてない団体がほとんどですし、今までそれこそインターネットで配信するってことを、かなりついでのついでのついでぐらいにやってたみたいなところが多いので、いきなりはできないと思いますし、プロオーケストラの皆さんが集まって何かやるってことが、なかなか厳しい状態が続くとなると、もうプロ団体としての動画っていうのがなかなか出しづらいと思いますので、かなりプロオーケストラ減ってくんじゃないかなと正直思ってます。まあ、どうなるかわかんないですけどね。で、例えば、吹奏楽コンクールも僕先日の動画で、これから、この2020年の吹奏楽コンクールは全国的に中止になるんじゃないかという動画を出しましたけども、例えばその後の文化祭とか定期演奏会みたいなものも、この状況で、まあ、どうなるんですかねってご質問もいただくんですけど、正直ね、わかりません。わかんないです。どのぐらいこのコロナが落ち着くかっていうのは、もう皆さんのね、努力、まあ、僕も含めて、どれだけこう家に閉じこもって長期間耐えられるかっていうその努力によるので、まあ、本当に、予想がね、つかない部分ってはあるんですけど、もしかしたら、文化祭とか定期演奏会自体もできなくなっちゃう、学校もあるかもしれないですし、まあ、今、緊急事態宣言が、全国に広がりました。なので、もしかしたら、やっぱり全国的にね、吹奏楽コンクールとかいろいろなくなっちゃうかもしれないし、来年、2021年もコンクールとか、そういう人が集まって、何かをするっていう吹奏楽部とかっていうのは活動ができないかもしれません。こればかりちょっとね、わかりません。僕も専門家じゃないですし、専門家の方々の中でも意見が分かれてるところなので、正直わかんないんですけども、ただ、できないかもしれないっていう心構えをすることって大事だと思うんですよ。もちろん僕だって吹奏楽レッスン行ってるので、やりたいんですよ。吹奏楽やってほしい。練習やってほしいし、コンクールだってやってほしい。アンサンブルコンテストだってソロコンだってやってほしいけど、もしかしたらできなくなる可能性っていうのが高いんですよっていうことを、僕らがね、心構えしとくだけでも、やっぱり違うじゃないですか。それでもしコンクール開催できたらラッキーですよ。やったーって喜べばいいんですよ。うん。でも、できなくなる可能性も十分ありますよっていうことを、我々一人一人が、思っておくっていう、心構えをしておくっていうことと、少ない確率だけど、コンクールとか開催するためには、僕ら一人一人が、なんとかなるべく感染を広げないためにどうすればいいかっていうことを考えて、生活、したいなっていうことですね。まあそれからその先ほどのインターネットの話にもちょっと戻りますけども、やっぱり吹奏楽部っていうのもこれから一人一人がね、全員集まってではなくて、一人一人が何かをやって、で、それを、組み合わせて、動画として組み合わせたりとかする活動をする学校っていうのもね、増えてくると思います。で、そういう時に、やっぱり自分たちが、例えば楽器持ってないとできないのかとか、学校から楽器持って帰ればなんとかなるんじゃないかとか、そういう風にね、できることを考えて、で顧問の先生とか、学校とかと一緒に考えて、一人一人が、どうしたらいいかと、で、部活として成り立たせるにはどうしたらいいかっていうのを、考えながら、皆さんでね、乗り切っていくしかないと思いますので、なんかこう音楽でできる、なんか合奏じゃなくてもみんなで集まらなくてもできる音楽、あるいはその合奏形態に近いことっていうのが、何かね模索できればいいなと思っております。で、本当に2022年まで収束しないとしたら音楽業界非常にね大変なことになると思いますけど、我々プロの演奏家も何か動画にしろ動画じゃないことにしろ何かできることはないかなって一人一人が考えて解決していくしかないんじゃないかなと思いますので、まあ、これからテクノロジーの加速でまたさらにいろいろとね、選択肢っていうのが増えてくるはずです。増えてくると思います。YouTube だけじゃなくて他の動画配信サービスっていうのももしかしたら、音楽に適したものが出てくるかもしれないと、もっともっといろんなものがねできるようになってくるかもしれないと、まあ、そういうことに期待しつつ予想しつつ、音楽をね楽しんでいけたらいいなと僕は思っていますし、今プロの音楽家の皆さんどんどんなんか音楽やめようかなっていうツイートとかもね見てます。で、それを止めることはできないですけど、やっぱりせっかくプロとしてね、培ったなんかノウハウとか演奏技術、それからレッスンの、やり方とかもあるので、何かしら、音楽続けていただけるといいなと思いますし、僕もこう YouTube でね、なんとか生き残る術を探しつつ、まあ、なるべく楽しく、楽しんで音楽ができるように、頑張りたいと思いますし、皆さんの、ちょっとでもね、暇つぶしにでもなればいいかなと思って最近は動画を撮ってますので、ぜひ、なんていうかな、皆さん、頑張っていきましょうというお話でした。ちょっとね、じゃあどうしても暗い話になっちゃうんだよな。なんかこう、明るい話題出したいなと思ってるんですけども、ぜひメインチャンネルの方で、僕のくだらないボール演奏を、楽しみにしていただければ嬉しいです。大学の演奏家の島崎優斗でした。ありがとうございました。